9月10日にアニプレックスオンラインフェスト2023というイベントが開催されました。そちらの方でね、新作アニメの情報がいろいろ発表されましたので、そちらの方をまとめて話していきたいと思います。 傷物語、暦バンプ。傷物語は化け物語の前日探でね、物語シリーズの始まりとなる作品になってくるんですけれども、これアニメがですね、劇場アニメとして2016年に全3部作で公開されていました。で、今回ですね、この傷物語、暦バンプっていうのは、この、あの、劇場3部作を、まあ、総集編で、まあ、再構成しましてですね、また新たな一つの物語として描いていく作品ということで、え、こちらがですね、え、2024年の1月12日に劇場公開されることが発表されました。いや、まさか傷物語がね、今またアニメでフューション されるとは思ってもいなかったんですけれどもまあほんと2016年の作品ですからねめちゃくちゃ久しぶりですよねで、なおかつ傷もなかったりもともと劇場用に作られてまあ、全3部作で作られたんですけれどもそれをまた劇場用にまあ、再総集編として再構成するっていうのはなかなか珍しいですよね全3部作鉄血編熱血編冷血戦でだいたい3時間ちょっとぐらいあるんですけれどもまあ、それをまた1つの作品にするっていうことはだいたい2時間とか2時間半ぐらいにはまとめてくるっていうところなんですかねまあ、新規カットとかあるのかも気になるところでございますけれどもね ま、またね、この今の時代に傷物語が劇場で見れるってのはなかなか、あの、嬉しいところでございましたけれども、どんな感じになるんでしょうか。劇場版魔法少女窓かマギカワルプルギスの回転。いや、ついに来ましたマ、ドマギ2024年の冬に公開予定ということで、えティザービジュアル、PV なども公開されたんですけれども、いやね、長らく、あの、続報が出ていなかったワルプルギスの回転なんですけれども、今回のね、ま、新情報、めちゃくちゃ盛りだくさんでね、公開された PV、どのカットも気になりすぎて、もう 情報量がやばすぎました。まあ、もともと2013年にね、あの、公開されていた、まあ、新編反逆の物語のね、まあ、正続編が、このワルプルギスの回転になるんですけれども、もう、もはやですね、10年ぶりの、まあ、新作、まどまぎというね、もう本当、もうとにかく楽しみなところでございます。2024年の冬に公開予定とのことでございます。 青のエクソシスト、島根イルミナティ編。これまだね、また懐かしのタイトル、あの、青のエクソシストの新作ということで、えー、2024年の1月にですね、新シリーズ、えー、島根イルミナティ編が放送決定とのことで、えー、ティザビジュー BG、キービジュアル、メインキャストさん、スタッフさんなども公開となりました。青役は今回で劇場アニメも含めると4度目のアニメ化になってくるということで、まあ、この間がめちゃくちゃもう長い作品なんですよね。もう一番最初2011年にアニメ化されて、第2期が2017年ですからね。で、第3期が20 24年っていう、どれだけ間空くんだって感じでございますけれどもね。いや、ついに第3期の放送が迫ってきました。制作はですね、もともと A1 ピクチャーズがずっと担当されていたんですけれども、第3期シリーズからはですね、スタジオボルンが担当されるということでございまして、スタジオボルンはですね、後ろと虎トト、カラクリサーカス、バッカーロードが作っていたところなのですが、今回の、ね、公開された PV 見る感じ、まあ、クオリティなかなかいい感じでございますので、期待してもいいんじゃないかなと思っております。 魔王2099。魔王2099はラノベ原作作品なんですけれども、もうずっとね、あの、続きも2、二巻ぐらいしか刊行されていなくてですね、もう打ち切りかと思われていたんですけれども、まさかのですね、アニメ化発表された作品ということで、発表当時はかなり驚きでしたね。で、今回、アニメーション制作とかね、あのー、キャストさんとかいろいろ公開されたんですけれども、アニメーション制作は JC スタッフが担当されるということで、キャストさんはこんな感じでございます。その他にもいろんなね、新作アニメの新ビジュアルや PV が公開されましたので、 ざっと紹介していきます黒羊、寄宿学校編、2024年放送開始。青春舞台ローはランドセルガールの夢を見ない。12月の1日劇場公開予定。逃げ上手の若君、2024年放送開始。 俺だけレベルアップな件、2024年1月より放送開始。それからアニプレ関係ないんですけれども、アズルレン6周年でね、アズルレン微速前進の第二期の精査が決定しました。やったぜということで今回はアニプレックスオンラインフェスト2023で発表された新作情報をいろいろまとめて紹介していったんですけれども、まあ、窓間ぎですよね、うん。バルプルギスの回転がもうどうなるのか楽しみすぎるっていうね、もうま、街に待たされたところでございますからね、もうどんな感じなのか気になるところでございますけれども、あとは、個人的には、 とかね、も、ま、う、あ、すごく楽しみなんですけれども、どんな感じなのか気になるところでございます。皆さんですと、ここで何度もお願いします。それじゃあまた。